ご視聴ありがとうございます。車屋デイリーライフチャンネルです。今回は RX8 復活編になります。仕事の合間を見ながらコツコツ進めてやっと完成しました。概要欄に前回の動画のリンクがありますので、よかったら見てみてください。エンジンが下ろし終わった状態です。こんな感じでドンガラ状態です。 RX8 の場合、下に下ろすやり方が主流ですが、今回は上に下ろしました。これが下ろしたエンジンになります。こっちが新しく組んだエンジンです。これから補給類を移動してエンジンを乗せていきます。エンジンを乗せ組み上がりました。これからエンジンをかけていきます。何回経験してもこの瞬間は緊張します。あれ、かからないですね。燃料感まだ来てないのかな。やっぱりかからない。おかしいな。バッテリーも少し弱くなってます。充電しておけばよかったです。かからない。初爆もない。おかしいな。ちょっとアクセル入れてみます。あ、やった、かかった。かかりました。エンジンがかかったので、とりあえず一安心です。かけ始めにしてはまあまあです。マフラー側から確認します。白煙は出てないですね。排気音がばらけてます。食ストなので余計に荒れてます。メーター周りから状態を確認します。特には問題なさそうです。デフィの警告音がうるさいですね。初始動なのでこんなもんですかね。初期設定と初期学習をして少し乗ってみます。各所を確認して5キロほど乗ってきて一晩置きました。エンジンをかけます。今回は一発始動しました。アイドルアップもしっかり機能しています。アイドリングは前回より安定してきましたが、まだ荒れてます。ただエンジンを組んだ時点で不安定になるだろうなとは思ってました。なぜかというと、実は今回のエンジン
RX7 の圧縮比 9.0 のローターを使ってます。その1の概要欄に記載した1箇所おかしなところはローターです。動画内でエンジンの部品を用意する際、ローターが 9.0 のローターになっています。 RX8 のローターと RX7 のローターでは何箇所か違いがありますが、まあその辺はいろいろとということで、もともとこの車を買った理由が RX8 ターボを作ろうと思ったことが始まりなのですが、本付けターボだと難点としてブーストがコンマ6までになってしまいます。ターボにするならコンマ9ぐらいブーストをかけられる車にしたかったので、低圧縮のターボ用のローターを今回組み付けました。アペックスシールも昔の3分割のシールを使いました。ターボ化に関しては後々動画にしていくつもりです。キットは使わずワンオフで作ります。アイドリングがだいぶ落ち着いてきました。ここからは走らせてみます。まずはメーター視点で走らせてみます。マイクをエンジンルーム内のエアポンプあたりにつけたので音量に注意してください。アイドリング600ぐらいですね。だいぶ低いです。5000まで回してみます。カチカチうるさいですね。 SSV から音が出てるみたいです。車内には全く聞こえないのですが、後で修理します。エンジン音が大きいので音声が聞き取りにくくなってると思います。よろしければ字幕をオンにしてご覧ください。前のエンジンと比べると走り出しのトルクがだいぶ太くなり、出だしがかなりスムーズになりました。吹き上がりもいい感じです。スムーズになってます。ただアクセルの付きがいまいちな感じがします。スロットルボディとそれの色を交換しないとかもですね。ここからは運転席視点に切り替えます。3000回転3速までで走ってみます。なかなかいい感じに回ってます。前より全然乗りやすくなってます。5000回転3速までで走っています。組み立てにしてはいい加速です。上々の仕上がりです。この時点でまだ10キロも走ってないので、7シガを割ればトルクも出てさらに乗りやすくなります。
っと赤城まで行ってきます。今回の動画はここまでになります。いかがでしたでしょうか。調子に乗って赤城まで来てみましたが、雨で上まで行けませんでした。まだ修理箇所はありますが、一段落つきました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。